大ガラ飲めるっていいですね。めっちゃ美味しい。ポテサラ。はい、すみません、お待たせしました。ガラ。ケンチです。今日はですね、京橋から徒歩だいたい1分、2分、3分ぐらい。私だったら3分なんですけども、足の長い方は1分ぐらいで着くかと思います。そういう好立地で、まあ、このようにちょい飲みセット500円ポキリ、そして晩酌セット1000円ポキリっていうところで、どうでしょうか？なかなかないでしょう。今日の一品とスピード一品と串焼き3本盛りっていうところですけども、はい、この晩酌セット、生ビールお願いします。大きい生でいいです。ポテサラ、ポテサラで、はい、お待ちください。メガ生ビール。おー、はい、ありがとうございます。どうぞ。豚の唐揚げとポテトサラダです。あ、プレミアムモルツのこれ大、これと豚の唐揚げとポテサラ、これだけで普通に1000ベロであってもいいかと思うぐらい大満足のセットかと思います。ここからプラス今焼いていただいておりますけども、1日1回限りっていうところになりますけども、飲み放題との併用は不可っていう晩酌セット、チョインデセット、皆さんどちらの方がいいでしょうか？まあ私はでもはしご酒としては、まあこれをお勧めしたいと思っております。いいですね。見ながら飲めるっていう環境がすごくいいかと思います。いただきます。ちょうどいいな。そうですね。はい、すみません、お待たせしました。からしからレバー白花見です。どうぞ。はい、どうぞ。考え方やね。最後、いやー、すごくいい香りしますね。本当にこの外からのこの風を感じながら小判焼いてる香りもいただけると。からしからレバー白ハラミです。あ、全部豚肉なので。あ、まずこれ焼きたていただきます。はい、ごめんなさい、ネガの宅配料理です。どうぞ。レバーうますぎる。いや、レバー皆さん好きでしょ。中本当に美味しい旨味が詰まったレバー。この焼いてるところはパリッとしてます。めっちゃ美味しい新鮮レバー。うん、当店一番の人気レバテキ。私さっきレバー注文したんですけども、このレバテキっていうのはまた別のネギダレがかかってるというところですね。いや、もうレバー本当に美味しかった。すごくレアっていうところがありましたし、でもその中でも火が通ってるっていうか、この旨味を感じるというか、臭みが一切ないレバーを味わいました。じゃあちょっと唐揚げいただきます。うわ、この焼いてる作業を見るっていう、これエンターテインメントですよ。うわ、うまそう。まあ、もう本当にこう雰囲気があるお店です。まあ、いろいろメニューがあるんですけども、このゴーヤチャンプルが390円、チョコットキムチ150円、この山芋スライスとかもすごくいいでしょうね。豚タン皮いびきさっぱりポン酢で290円。次は白をいただきます。白、このからし、からしをちょっとつけて、まあこの白いただきます。一礼さん、ご来店一礼さん。白うまい。本当白、皆さんメニューあったらぜひね、ビールに合いますから、注文してみてはいかがでしょうか。白うますぎるって思うか。このプレミアムモルツの大ジョッキが初めて見て衝撃すぎます。ここでのポテサラ、ポテサラすげえ量ある。白さん一人でやばいね。何が？白さん、うん、
ポテサラうますぎるだろう。ブラックペッパーがすごく効いてる、プラスアルファ香ばしいベーコンが結構入ってるんで、だからこそどっちかというと濃厚系のポテサラ、あっさり系ちゃいますよ。これ結構肉系のポテサラですよ。まあその中で次はこの揚げ物近くで、はい、B セット、メーカーカットに変更で、はいよ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、お疲れ様です。ありがとうございます。タレをつけてるシーンが撮れなくてすいませんけども、本当にこうタレをつけてジューっていったところはすごく店内いい香りするんですよ。これこそねカウンター飲みおすすめする理由の一つです。次は豚のハラミですね。豚のハラミもこのからしをつけていただきます。最終実はこのお店コスパすごい、つまみがすごくあって、このビール系っていうか、それはプレミアムルツの大ジョッキあるじゃないですか。これででもベルベルなる方も多いと思いますよ。でベルベルならないんだったら追加しろと。まあアルコールメニューなんですけども、最後はこのコムエッセン行こうかなと。レントもいいんですよ、レント。黒金島もいいかな、2回でもいいかな。まあその中で、まあ、このコムエッセン青森390円っていうのを注文しましょうか。あ、すいません、コムエッセンお願いします。6で、6で、はい、ありがとうございます。どうぞ。コムエッセン6、両方この見事をどうしましょう。さらにと揚げ、立ち飲みすごく大好きですね。さっと飲んで帰るっていうこういうスタイルっていうのがすごく大好きで、ポテサラがこんなに濃厚でうまいっていうのはそうないんですよ。ポテサラっていうのはどちらかポテトの味に塩コショウっていうとこあるんですけど、ここはブラックペッパーとベーコンのうまみがしっかりと入っております。最後はハラミをこのからしをつけていただきます。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。